半額は、精神時代の文人。字は、安人氏。厨房の人。陸旗と並んで、精神時代を代表する文人。また、友人の過去を深しと、恋、壁と称されるほど、類いまれな美貌の持ち主としても知られている。世説信号によると、半額が弾き海を持って、落葉の道を歩くと、彼に出会った女性は皆手を取り合って、 彼を取り囲み、彼が車に乗って出かけると、女性たちが果物を投げ入れ、帰る頃には、車いっぱいになっていたという。半額の作る文章は、習字を凝らした繊細かつ、美しいもので、特に死を痛む愛称の詩文を得意とした。愛妻の詩を嘆く、名作、逃亡詩は、以降の詩人に、大きな影響を与えた。祖父は、アビラ大衆の半金。叔父は、 五官の検定が、義の曹操に、義公と旧鈴を与えたときに、札、義公旧、鈴文をそうした人物として知られる、藩継へである。父は、牢屋内氏の藩。十二歳のときに、ようはじめに才能を認められ、後年には、養子の女を妻にめとる。その後、貸子塚に才能を惜しまれ、菓子塚十四友として引き立てられた。しかし、このとき、 石数と共に、貸子塚に追従する様は、いささか度であり、後人を這いすの孤児を生んだ。新たに後ろ盾となった菓子も、芝治のクーデターの際に、一族皆殺しにされた。芝治の側近の孫州は、かつて、半額の家の召使いをしていたことがあり、半額に虐待されたことを恨んでいた。半額は、その後、芝誠がクーデターを起こし失敗した際に、 孫州の残言で共謀していたとみなされ、友人の席数などとともに処刑された。ありがとうございます。